続いてのコーナーはビンゴもぎたて情報です。このコーナーは暮らし彩るお墓のアドバイザー石野再生の提供でお送りします。今日はスタジオに株式会社石野再生代表取締役藤井和之さんにお越しいただいています。藤井社長、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日真っ先に出た言葉は毎回毎回ね。え、藤井社長、かなり日に焼けられましたね。そうですね、ちょっと今年なんか雨がやっぱりちょっと少ないのか、ちょっとやっぱ日照時間も多いので、なんか農作物がちょっと大変だっていう話もね、はい、聞いてますけど、本当に雨が少ないのでちょっと仕事ははかどるので、うん、どうしようかなと思ってますそうですよね、はい、ちょっと先日からの雨で夏野菜も結構育ってきたんですが、うん、そうです ね、梅雨が明けるとさらにこう暑さ厳しくなりそうですよね。そうです、この暑さがちょっと違ってきますもんね。ちょっとじりじりね、こう本当にあのフライパンで焼かれるような暑さになるので、はい、もっと黒くなることに挑戦してきます、はいね、またあの来月からも楽しみなんですが、はい、であの今回はお墓を作るための届けということなんですけれど、はい、お墓を建てるときって届けがいるんですか？そうですね、あの届けを出すあの必要はあるんですね。まあ、皆さん知らない人が多いということなので今回この話題にしたんですけれども、あの届けを出す場所っていうのは墓地によって違うんですけれども、例えば福山市の市営墓地にお墓を持っておられる方であれば、あの市役所の方に届け出をしていただきます、はい、で、まあ、民間の霊園であればその民間の霊園の管理業者の方に、それからあの共同墓地であればその管理組合の方に届けっていうものは出すようになってます。その届けっていうのは あくまで工事をするためのものなので、工事申請書というものを出させていただくんですね、はい、なるほど。また墓地によって届けを出す場所も違うんですかね。そうですね、あの例えばこう最近はあのお墓を片付ける方も多くなっていると思うんですが、うん、こういった場合はどうなるんですか？そうですね、あの先ほども言ったように工事をやっぱりお墓を片付ける場合もするので、工事の届けで工事申請書というものは出させていただくんですけれども、あのお墓を片付ける時にはあのお墓がなくなってしまいますので、あのそのお骨をお持ちする場所ですね、例えば納骨堂であればあの納骨堂に対してお骨を持っていきますので、あの改装届けっていうふうにお骨の移動をするための届けっていうものが必要になってくるんですね。いろいろな届けがあるんですね。そうですね。その他にどんな届けがありますか？はい、あの亡くなった方ですね、あの今現在お墓を持っている方ですね、亡くなった方を、まあ、お骨をお墓に納める時ですね、この時には埋葬届けっていうものが必要になります。まあ、この場合はですね、墓地の使用者、まあ、持ち主さんが亡くなった場合であれば、その墓地の名義変更っていう部分ですね、そういった書類も必要になってきます。まあ、墓地は相続っていう部分に関わってきますので、あの後からまあ揉め事にならないように、そういった同意書っていうものも必要な場合も出てくるんですね。お墓を建てる時もこう納骨をする時もきちんと届けが必要なんですね。そうですね、この藤井社長の話を聞いてこういう届けが必要なんだなっていうことを知った方もねいらっしゃるのではないかなと思います。私も実はそうなんですけど。そうですね、実際そういった届け出っていうことを、まあ、思わない方、まあ、知らなかったっていう方が非常に多いんですけれども、まあ、お墓に関する書類っていうものはですね、うち の、 あの家内の方が、まあ、あの会社の専務をさせていただいてますが、そういった書類についてはですね、本当に出てないんですっていうお話が非常に多いです。うんうん、そうなると、まあ、今まで納骨された方の届けっていうも出てないんですね。だから今回お亡くなりになった、例えばおじいちゃんだったりおばあちゃんだったりっていう方が亡くなって届け出を出そうとした時に、あの以前のも一度も出てないんですっていうふうに、まあ、市役所の方とか言われる方も多いので、うん、まあ、そういった届け出っていうのをまた一からやり直さなきゃいけないんですね。まあ、そういった墓地のことをね、先ほども言いましたけど相続っていうことにもなりますので、揉めないようにあの親族の皆さんにも届け出の同意書っていうものも必要になってくるようになりますから、その同意書が、まあ、福山市内の方ばっかりならね、はい、いいんですけど、県外とかになってくるとその書類の行ったり来たり、まあ、そういった部分で日数もかかってくるので、非常にあの手間のかかる作業にはなりますね。お墓を建てる時もそうなんですけど、うん、納骨など私たちにはこう、ね、なんか日常的ではないことが多いの で、ね、
届けが必要だと言われないとなかなかわからないですよね。そうなんですね。あの住民票とかそれから印鑑証明ね、はい、我々生きてる方がやってる、ね、こと、これはあの馴染みがあるんですけれども、うん、お墓に関する書類っていうのは、まあ、一生の中で例えば、お父さんが亡くなったとかお母さんが亡くなったっていうことで、まあ、二度経験する方はあっても、うん、それ以上ってなかなかないんですね、はい、うん、だから自分たち その身内が亡くなるまで経験することがないので、まあ、そういった書類なんか一度も見ることがないっていう方もやっぱりたくさんいらっしゃるんですね。じゃあ届け出をしないといけないんですよっていうことをね、まあ、伝えさせていただくと、じゃあもう今ちょっとバタバタしてるからあの落ち着いたらするよって言われる方が非常に多いんですけど、はい、あの先ほどね木村さん言われたように非日常的なことですから、はい、あの落ち着いた頃にはもうすっかりそのことを忘れちゃってですね、もう本当にあのそんな処理あったのっていうことでまた振り出しに戻ってる方も非常に多くいらっしゃると思うんですね。いや確かにそうかもしれませんね、はい、この藤井社長忘れないようにするにはどうしたらいいですか？そうですね、あの私たちはお墓のお手伝いさせていただくときにはですね、あの全て面倒な手続きっていうものはもう私たちが全部代行はさせていただきますので、あのおっしゃっていただければあの何をしてないこれをしてないというのも聞けば分かりますので、うん、あのそういった代行はさせていただいてます。まあ、今までにもですね、まあ、ちょっと福山関係ないんですけど、はい、島根県から長野県へ改装する場合であったりとか、山口から福山へのお引越し、それから、愛知県から山口、うん、金沢とか、まあ、各県からあの、はい、そういった届け出っていうものはうちの方で代行させていただいている、まあ、実績もありますし、またあのお骨をですね、あの自分たちとかを持っていくのがちょっとっていう方もいらっしゃるんで、そうですね、そういった場合はあの郵送という形でね、あの送らせていただいたこともありますね。はい、やっぱりこう藤井社長とかだといろいろなこう、ね、あの今までの事例をお持ちなので、はい、安心してお任せできますよね。そうですね、あの本当にあのお墓のことって先ほども言ったように非日常的で、はい、本当に知らない方って多いんですね。で例えばその自治体とかでもですね、まあ、市役所なんかで私が届けて出しに行くんですけど、はい、市役所の職員の方がいやちゃんと出していただく方少ないですと言われたりもしますし、で、まあ、うちらがちょくちょくこう行かせていただいたりするともううちの専務なんかはもう顔パスですよね。行ったらあのあ再生さんねみたいな感じでこう、はい、お答えしていただけたりですね、はい、そのぐらいあのやっぱり申請っていうものをやっぱりあまりこう個人的にされてる方っていうのはやっぱり少ないみたいで、うん、やっぱりそういったあの書類のことですから、あの後々ねあの災害があってからあのここにお墓があったんだけどって言ってもいやそんなことはわからないって言われても困るので、うんうん、やっぱそういったあの、ね、あの非日常的なことであるがゆえにあのちゃんと覚えておいていただければなというふうに思いますね、はい、やっぱりこういったものはプロの方にお願いするのが一番安心かもしれませんね。そうですね、まあ、慣れてるのであの手間もかからず簡単に済ませることができますのでね、あの気軽にあの頼んでいただければ、はい、代行させていただきますので、はい、ご相談をしたいという方はどちらに連絡したらよろしいですか？はい、フリーダイヤルの方でよろしくお願いいたします。 0120-594-548 ご供養のご用話でよろしくお願いします。はい、そしてあの藤井社長、はい、ちょっと先のことになるんですが、はい、お祭りで何かイベントを行われるというふうに聞いたんですけれど、はい、9月の22日、ちょっとお彼岸中、まあ、日曜日になるんですけれども、はい、西町の商店街でですね、福山城 の、 あの築城400年ですね、はい、それに絡めてですねお祭りをさせていただくことになっております、うちの方で担当させていただくのが大きなあの石ですね、はい、3トンから4トンある、石をですね、引いていただく石引き体験、それから、石をこう割っていく石割り体験っていうのをですねあのさせていただくことになっておりますので、9月のお彼岸中にはなりますけれども、はい、こんな 大きな石がですね引っ張れるんだということをぜひ体験していただければなと思いますので、うん、ぜひお越しになってください。なかなかこういった機会ないですもんね。そうですね、この間去年かな、去年の6月に、はい、あの市のお祭りです、あの福山城のちょうど真下ですね、はい、駅の北口でさせていただいたんですけど、その時もほとんど告知なしでだったんですけど、うん、400人ちょっと来られたというお話だったんですね。あの大変大盛況でですね、あの女性の方もちょっとあの時間もできたので女性だけの石引き体験もさせていただいたんですが、あの簡単に引いてしまったんで女性の方のストレスってすごいんだなということをですね、あのうちらみんなで、ね、話
話をしながら楽しく本当にイベントさせていただいたので、ぜひまたご覧になっていただければと思いますね。はい、なんかこうお子さんのこう思い出にもなるし、そうですね、親のストレス発散できるしそうですね、なんかこう何かこういった機会がないとできることではないので、そうですね、うん、ぜひ皆さん9月22日日曜日、はいはい、楽しみにしていただけたらと思います、はい、また近くなったら教えていただけると、はい、わかりました。前回の時も写真新聞なんかにもいろいろ出ていまして、そうですね、ね、うん、盛り上がっていたみたいなので今年も楽しみですね。そうですね、皆さんにね、ぜひそういったものを体験していただく、やっぱり昔の知恵といいますかね、そういったものをこう体験していただくことで、これから その、まあ、人生の中で何か役に立つことになっていただければありがたいなと思ってますので、よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。今日は株式会社石野再生代表取締役藤井和幸さんにお話しいただきました。ビンゴもぎたて情報、このコーナーは暮らし彩るお墓のアドバイザー石野再生の提供でお送りしました。